はい、どうも私です。それ初見の人に通じないから。で、今回は何を？実は企画に参加しまして。へぇ、そうなのか。どんな企画ですか？今回参加した企画は、タカピー様主催の、タカピー秋の実況祭です。そういえばもう秋なのか。そりゃ本屋にコオロギ歩いてるわ。いや、それはどうだろう。で、今回は何をするんですか？タカピー様曰く。何でもありです。とのことなのでお言葉に甘えて、今回はマリカ A とするよ。わかったぜ。了解しました。では移動します。てかこういう時って総霊三姉妹でやるんじゃないの？あ、声をかけようとしたんだけど、寝てたから置いてきた。こいつはサボってるだけじゃない？なんかすみません。はい、移動しました。急に呼び出すなよ。あ、あの二人の代わりか。エサクタ。コースはグッパキャッスルですね。よし、最初の操作は私がするよ。それはいいけどさ、なんであたい呼ばれたの？うちの罰ゲームイコールチルノでしょ？その当たり前でしょ？勘なんだよ。なんか罰ゲームで盛り上がってる印象を受けてね。それならチルノ呼ぶしかないじゃん。なんでだよー！面白くなってきやがった。私は面白くないんだって。じゃあ、うつ主にも罰ゲームを用意すれば？ルナサギ両部の謀反です。OCM みたいなこと言われた。うつ主にも罰ゲーやるならいいよ。で、いきなりやられてるし。謀反されたら仕方ない。じゃあ仕方ないな。ああ、立ち上がり返った後か。大丈夫、なんとかなるって。お前もポジティブだよな。適当だけど。なんだよ。あ、多分褒められてないですよ。マジかよ。あとバカも足しとくわ。あ、そのかわいそう感やめて。面白くなってきやがった。なぜ今言った？随分端っこ通りますね。カーブするなら内側でしょ、JK。わからってるけど。盾があるからもう満タイ。選んだ子を殴られましたね。でも通るときに拳上がったな。畜生、反応がおかしい気がする。秋の夕暮れ。どうしたの急に。今がっつり死にゃじゃんか。その事実はお伝えしなくていいよ。編集時そうでした。あ、そうですか。としか言えないっす。1ラップ目終盤で3位。結構調子良さそうだな。このコースも結構選ばれやすいからね。そういえばそうですね。なんかミスしないかな。随分アバウトなやじですね。例えばどんなミスだ？姿勢が悪かったせいで両足が痺れたのに無理やり立ったら思いっきりこけたりするミス。そんなミスするわけ？それ、2日前の私やないかい。あ、身近にいたわ。というかマリカ関係ないですね。あ、バレた？で2位になってるし。なんだと？前も見えてるし、いけるかな。その二度さんはどうするんですか？お前もスナイパーするのか？いや、電子アタックするよ。知らない単語が出てきちゃった。電子アタック成功しました。ただ展開してぶつかるだけの簡単なお仕事。相手に同情するわ。でも別の人に抜かれたな。あれ？キノコか何か使ったんだろ。今度こそ殴られないかな。不良か何かの会話ですか？チルノ大暴言。あ、殴られずに済みそうですね。そっか。ものすごい残念そうだな。ゲセム。2ラップ目も終盤ですね。あ、別荘だ。この先に脱砲あるからもう満タイ。脱砲って？ダッシュボードのことです。あ、なるほど。あ、剥がれちゃったか。ちょいちょい残念そうだね。あれ ?1 位ですね。あれ？いつ抜いた？リリンジュンか。マジで？絶対間違えてる。はい、あから接近中です。あれ？消えた？遠のわせといて。あからにも手遊ばれた感すごいわ。こりゃ抜かれるな。せめて2位で最終入りたい。あ、3位ですね。別にまだ何位でもいいじゃん。あ、2位に上がった。ブーメラン危ないっす。当たっちゃえよ。さっきから厳しいなこの子。言わせとけよもう。一応2位で最終入りましたね。キープなのか ?1 位なのか？目標はキープです。1位目指さないんだ。まあ取れそうなら取りに行くけどね。そのミドラは盾として？一応そのつもり。スナイパーしないのか。前も霊夢的ミスを期待してたのに。期待されても困ります。そこそこパート戦最初全然オッス。あ、アイテム交換しよう。キノコでないかな。ゲーゲーゲー問題だ。あれ、これ再放送じゃね。霊夢と同じことしたね。まれによくある。でも意外と抜かれませんでしたね。一つ落としただけか。あ、そっか。あ、選んだ道殴られた。大丈夫か。端っこ通ればOK。落ちないかな。またこのタイミングでゲストかよ。脱砲あるから意味ないね。というかもう終盤ですね。このまま3位か。さあ、どうだろうね。次が最後のアイテムですね。じゃあこのアイテムにレイムのお賽銭をすべてかける。お賽銭ってギガ銃だけど。何がいいんだ。キノコがいい。出たお賽銭。ものすごいとばっちり降りた。やっぱギガ銃じゃダメだろ。最近の自販機で弾かれますもんね。何の話。そもそもかけるもんじゃないよな。マジレスされても困ります。あれ、2位に上がった。あ、トレード落ちてますね。もっと早く来て欲しかった。というかゴール前にわちゃわちゃしすぎだろ。ごめんなさい。でもまあこれで罰ゲーは回避だね。受けりゃよかったのに。じゃあ代わりにマリサが受けます。ごめんなさい。あ、次のレースへ行きます。参加は10人か。ってことは5以上だね。そうですね。罰ゲーはどうしよっか。ノープランかよ。ぜひ軽いやつでお願いします。あれ、弱気だね。予防線は張ってなんぼだよね。都市国は申しておりますが。どういうこと。じゃあ重めのやつで。いいえ、ありー。腰に手を当ててノリノリだね。じゃあ何か考えよう。あ、うん、わかったよ。何がいいかな。ミレニアム検証問題解くまで帰れませんとか。それ一生帰れなくなるやつじゃない。マジで。あ、ダメですか。チルノがお家に帰れなくなるぜ。ま、迷子になる問題ってこと。ある意味やってる。まあ、うん、そうか。うん、じゃあ金目大とキスは。また大会よ。過去にも大とキスって罰ゲーありましたね。説明ありがとう。大化ばっかりだな。ちょっと、チルノ、金目大は大化じゃなく
チームが赤だ。お前のオコポイントおかしくないか。あれ、チーム落ちてる。何してんだよ。うるさいな、ミドラで撃たれたんだよ。お二人がわちゃついてる時ですね。ごめんなさい。ここってアドバンスマリオサーキットだっけ。そうですね。ここって結構一周短いよな。あ、マジで。だからあまり敵の妨害に当たりたくないですね。え、それは無理じゃない。その部分は半分運ゲーだもんな。さっきのレースは妨害少なかったよね。ブーメランうまいな。行ったそばから当たりましたね。赤ら接近と、とりあえずミドラを後ろに。あ、来なかったな。防げたみたいですね。他の人が当たったんじゃ。来なかったのならどっちでも OK。2ラップ目手前で5位ですか。すごい微妙だな。まだまだ2ラップ目だし、どうかな。少し心配ですね。あ、ちょっと通りますよ。割とひどい。これは勝負でしょ。まあ、そうだけど。認めちゃうんだ。そういえばもう10月ですね。今年もあと2ヶ月かよ。今年はなんか早かったな。あれ、あと奥に入る感じですか。あ、行け、トゲ造形部。一応秋って入ってるし。じゃあ、あといえば食中毒に気をつけろ。数ある秋の中でそれ、去年知り合いが10月になってたからだ。あ、そう、さっき地味にダート入りましたね。バレてた。ボソッとミスった言ってたじゃん。聞こえてたのね。2ラップ目も終盤だね。このアイテムは木のさんでないかな。パワーガーでもいいけど、そんな都合よく出ないよな。赤ら接近どうせなら投げたかった。昇進落ちるの。そして月層接近。これでまさしく傷口に生かすに新手の拷問か何かですか。たく、誰だお前。彼はイリーさんです。これはもはや別生物だな。それか日焼けしすぎだね。お肌ダメージすごそうだね。そういう問題ではない。最終ラップ入りましたね。8、9位じゃねえか。10人中9位ですか。あれ、そんな大きい手間してましたっけ。いや、あんま心当たりないな。お、パワーガー。このままだと特に理由もなく帰ってことに。マジかよ。でこの状況やばいよね。何を今さら。やかましい。それいつ使うの。今でしょ。それもう旬すぎて。やめとけ。あ、これアイテム交換できないかも。ボックス横目にする。吹と出るか強と出るか。それは治癒の次第です。そりゃ、いやーいやー、やっちまったー。自分の次第です。いや、聞こえてたから。あ、もう上位陣ゴールしてます。終わった。面白くなってきやがった。お前の血は何色だ。え、赤色だと思うけど。マジレスされた。じゃあ言っとくか。逃げていい。あかーん。で、結局何になったんだ。もうこれの早食いでよくない。大丈夫、そこの方に入れといたから。金目さーん、なんかすごいデジャブだわ。タカピー様、参加させていただきありがとうございました。もしかして締めに入ろうとしてる。鍋の締めもうどんでしょ。お前何言ってんの。私は雑炊派だぜ。聞いてねえよ。あの、時間押してるんで早く食べて。あ、はい。マークエア。あ、はい。